はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。IT メディアっていうネットのメディアがあるんですけれども、それの記事であります。4月1日から動画配信サービス NHK プラスで NHK 総合教育の全番組を同時配信。これまでは19時間だった配信を24時間に延長すると。専用アプリで過去番組を見れるようにする。こちらの方は時期未定ということなんですけれどもね。まあまあ、今までも NHK プラスで放送っていうか配信をしてたんですけれども、19時間が4月1日から24時間になるというだけって言っちゃうとあれなんですけれども、だけの記事であります。まあ事前に決まってました、これは。詳しくは私の過去動画をご覧ください。世界一 NHK に詳しい、くつだりょうじの過去動画。NHK に関するネタはいっぱいあります。ネットの反応です。NHK いらーん。つまりネット環境があれば金を払えと。日本人だけじゃなく世界中から徴収しろよ。プロバイダーが受信料を代理徴収するのかな。これ一番恐ろしいことですよね。どこのプロバイダー使おうが、まあスマホに上乗せされて NHK に金が流れ込むようになっちゃったら、ますます不死身になっちゃって倒せねえじゃん。とっとと電波の方もスクランブルかけろ。ネットのインフラは NHK が作ったわけじゃないぞ。もはや回線強盗。そうなんですよね。結構ね、日本全国のアンテナであるとか、まあテレビを受信するための設備は NHK が金出してせっせっせっせと作ってきたかもしれないですけど、ネットの回線は大体が NTT 作ったもんじゃないの。訪問をやめますからのネット聴取へ URL を踏んだら特定しました金払えってなるのかな。しばき隊の今り職なんて読むかんねんな、これ。今り織の件とか忘れてないからな。ネットは NHK を見るための道具じゃないぞ。スクランブル待ったなしと。いうことで、まあネット聴取への動きなんですけれども、まあ中の人に聞いております。NHK はネット聴取実現を決して諦めないし、裏で着々と事態を進めている。例えば放送法71条の変更。ということで、教えてもらうまで私もこれ気がつかなかったんですけど、まあ昨年ですね、放送法71条にですね、それまでなかった71条の2を加えた。その概要なんですけど、NHK は3年から5年の期間ごとに中期経営計画を公表する。中期経営計画に次に掲げる項目を記載する。中期計画の期間、経営に関する基本的な方向、業務の種類及び内容、業務並びに協会及びその子会社からなる集団の、まあ、NHK グループってことですか。 NHK グループの業務の適性を確保するための体制に関する事項、従事者の体系及び水準に、関する事項、収支の見通し、その他経営に関する重要事項。この中でネット聴取に向けて紛れ込ましたものが3、協会が行う業務の種類及び内容という項目でして、この法改正直後に出された中期経営計画でですね、インターネット活用事業なんて丸々1ページ割いちゃって盛り込んじゃって、ネットの業務を NHK の正式な事業であるとしてしまったんですよ。NHK って日本放送協会じゃないですか。だから放送じゃないですか。ネットは通信じゃないですか。なんで放送協会が通信にシャシャリ出てくんだよって言われないために、前もっていやいやネット事業は NHK の正式な業務ですよって言うために法改正しておる。まあ着々ですね。まあ、総務大臣も総務省もその他議員も一般人もこれには気がつかず物言いなしと。
すんなり決まってしまった。後で気がついてですね、教えてもらって、5月6月と池袋でネット聴取許さないデモやりましたよね。お集まりいただいた皆様、誠にありがとうございました。これまでの NHK 番組、ネット配信の動きなんですけれども、まあ、ネット聴取に向けた動きですね。ネット向けにですね、NHK プラスサービスを新設した、番組同時配信と過去番組配信を開始した、専用アプリをインストールしないと見れない。アプリをダウンロードした人だけから、月額980円を徴収しますよ、と言っていた。で、家庭のテレビですでに受信料を払っている人は、この980円が免除される、っていうことを今までやってて、今年4月から24時間やりますよ。これまではですね、公表されてた事実なんですけど、IT メディアの記事で分かりにくいのが、同時配信視聴にも、専用アプリが必要だったはずが、それはなんか必要ないような書かれ方してんですよね。同時配信は、アプリなしで、スマホで見れちゃう。何もしなくてもって、なると聴取の、口実になって厄介だなぁ。これ週明けに、ふれあいセンターかなんかに電話して聞いてみないといけないなって思っております。どうやってアプリのダウンロードした人に課金するんだか不明なんですけど、他のサブスク同様に ID とパスワード使わせるのかな。他の有料チャンネルみたいにさ、今のところですね、iPhone 用のアプリはないそうです。Android だけ。ですんで、まあ iPhone の方は安心なんですけどね。まあ NHK お金やからすぐ作っちゃいそうですけどね。NHK のネット聴取の動きについては今後も監視してまいります。NHK スクランブルデモは池袋で3月27日を当局に打診中であります。よその団体がそこでデモとかやってないかとか、早めに取っとくみたいな感じなんですけども、3月27日に打診中であります。本決まりになりましたら、発表いたしますので、その時は皆様ご参集よろしくお願いいたします。入管庁発表。まあ、こういうデータが入管庁のホームページに載っておりました。燃えるアジアさんっていうまとめサイトさんが取り上げてくれて、私も気がついたんですけれども、外国人送還拒否者3103人中994人が犯罪者と。は？共産、送還拒否者？は？強制送還って言葉ありますよね。強制送還できねえの？拒否できんの？拒否できんだったら強制じゃねえじゃん。で、まずここでね、驚きまして、殺人7件、強姦34件、強盗58件、窃盗293件、薬物630件、など。で、こと細かにですね、書いてありました。殺人、強姦、薬物などの外国人犯罪者が帰国拒否したら強制できない法の不備っていうのが明らかになりましたよね。小野田君、参議院議員、早急な法改正が絶対に必要です。全くその通りですよね。これね、日本にわざわざ来やがって、日本人を殺しただ。これ侵略ってみなして、軍事裁判とかにかけた方がいいんじゃないか。日本人の女の子を強姦した？外国から、わざわざ日本に来て、これも侵略とみなすべきですよね。軍事裁判にかけないといけないんじゃないか。帝国軍事裁判になんて私は思っちゃいますけどもね。侵略でしょ、こんなの。ネットの話です。こんなのやべえよ。左翼はこんな連中を擁護していたのか。強制送還できるように法改正してくれ。一刻も早く法を整備して強制送還しろ。誰だよ、法整備を邪魔している奴らは。こういう風にしたのは民主党だからな。そうだよ。民主党だよ。だって強制送還ってね、普通に思ってたもの。それが拒否したら、どうにもできないって、強制じゃねえじゃん。民主党が、こんな風に
変な風にしたのは港に置いてこれるように法改正を。なんで日本が犯罪者を養わないといけないんだ。帰国するしかないようにしろやと。帰国か死刑かどっちかやめみてえな、なったら、まあ、帰国、なりますね。それぞれの大使館が責任持てる。全く情けないですね。こんな風にしたのは民主党ですね。政治なんて誰もがやっても同じでは全然ありませんでした。今、法改正を反対しているのも、元民主党の立憲と国民と共産党社民かな。国民は、反対してるかどうか、匿名ですけど、立憲は反対してますよ。反対圧力を面倒がって、入管法改正を、今国会先送りした岸田政権。これ何よりもまず優先すべきプライドの問題だよね。こんなの帝国の千人ばかしだから数は少ねえから、放置していって問題じゃねえ、プライドの問題ですよ。領土1ミリも奪われたら大騒ぎしないといけないっていうプライドの問題ですよね。米国は問答無用で港に置いてきてますよ。日本も早くそうできるように法改正しろって。相手国がですね、受け入れ拒否しようが何しようが、そんなのしっかっつって置いてこうって話ね。これ夜に紛れて置いてくればいいんですよ。あとね、船をですね、港につけねえで、こっからは泳げっつって、叩き込んでもいいしね。もしくはそれぞれの大使を呼びつけてですね、日本国内の、責任持ってとっとと引き取れる。出ないと国際問題にすつって、そのぐらいね、外務省はこんぐらい言えなくてどうすんだって話ね。参院選、夏の参院選に私立候補する予定であります。参院選で吠えることが一つ増えましたなと、いうことでね、外国人犯罪者の帰国拒否を許すなと吠えますよ。つうか入管に収容されている時点でね、全員ね、入管法に違反してる犯罪者でしょ。したらね、外国人の帰国拒否を許すなーだよね。帰国拒否、まあ拒否ってことは帰国しろよって言ったってことなんだから、日本側にも帰国しろよという理由があるんですか。滞留期間を過ぎているであるとか、犯罪を犯しているであるとか、まあまあこんなね、情けない、プライドが傷つく法律は、一刻も早く、ちゃんとしてもらわないと、困りますよね。本当に。よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。